武器も持ってないのに拘束する必要があるか。彼女が無抵抗だったのは分かってるだろ。わしもそう言ったんじゃが、怯えている者がいるのも確かでな。暗黒怪人を初めて見る者も多い。暗黒怪人と言ったって俺たちとそう変わらないじゃないか。カーディナル、こんなの。なんだこりゃ。情けねえ。人海のど真ん中で武器一つ持ってねえ娘を寄ってたかって怖いってか。大の大人がガン首揃えて何やってんだ。いいか、外すぞ。ありがとうございます。いや、こちらこそ非礼を詫びる。早速始めようや。何の用があって人海に来たのか話してくれ。承知いたしました。改めまして、召喚は暗黒界の熟考が一人、暗黒騎士団団長ビクスル・ウルシャスターの名代として参りました。ドロシー・イザヤ・エリシバと申します。暗黒界は現在熟考をそれぞれの長とする暗黒軍を編成し、人海との決戦を今か今かと待ちわびています。肥沃な大地と安定した気候を持つこの場所を我がものにせんと。そして貴殿はその敵対する土地にやってきた。一体何のために？わざわざそれを聞かせたかったとでも？人海との戦争は我ら暗黒海側の総意ではありません。中には大戦の流れを止めようとする者たちがいます。召喚もまたその一人です。ザレ事を。一体どれほどの年月を互いに憎しみ合っているか知らぬわけでもなかろうに。ああ、デュソルバート様の言う通りだ。今さら何を言っている。人海とダークテリトリーの間には血塗られた歴史がある。人海人がどれほど殺されたか貴様には分かるまい。ここにいる兵士たちの家族すらも命を落としておるのだ。貴様も人海の戦士を死に至らしめた者の一人のはず。どの口が。召喚の母親も人海の戦士に撃たれて死んでいます。それは皆同じ経験をしています。だからこそこれ以上無駄な血を流したくないと思うのはおかしいことでしょうか。ひとたび戦が起きれば踏みにじられるのは力なき民です。聖豪騎士殿は人海の子らにそんな思いをさせたいのですか。どうかご一行いただきたい。召喚は、いえ、シャスター様率いる暗黒騎士団は人海側との和平を望んでいます。和平だと。驚いたな。この暗黒騎士の少女は俺たちと同じように誰かを救いたいという気持ちを持っているのか。閣下、この場で信用を一つ乱さぬのはお見事ですが、何かご存知だったのですか。さすが副騎士長殿はお見通しか。ま、今から言うつもりだった。すまんな、みんな、この話は本当だ。かねて、ベルクーリを攻めんでくれ。伏せておけと言いつけたのはわしじゃ。身を結ぶかわからんことじゃった。しかし幸運なことに大門崩壊前に間に合った。そうだな。だがシャスターの連絡では来るのはリピアという暗黒騎士だったはずだが。ま、誰が来るかは問題じゃない。大切なのは暗黒界の奴らが聖豪騎士団団長である俺との約束を守ってきたという事実だ。いいかお前ら、これは査問会議じゃないな。
和平の使者殿、平和について話し合いを続けようや。和平という言葉にその場にいた全ての者たちに衝撃が走った。戦争を目前としたこの巧妙に少なからず俺は浮き足立つ気持ちがあったが、その道は簡単なものではないとベルクーリは言った。聞かされた情報を整理していくと、その困難さがよく分かった。まずダークテリトリーの権力構造の説明は、10の部族の族長10校が統治者として存在している。剣闘士ギルドの族長イスカーン、オーク族のリルピリン、暗殺者ギルドのフザ、暗黒術師ギルドの DIL、 オーガ族のフルグル、ジャイアント族シグロシグ、そして山ゴブリンのハガシ、平地ゴブリンのクビリ、将校ギルドのレンギル・ギラスコボ、暗黒騎士団シャスター、彼らが十校だ。そのうちの暗黒騎士団と将校ギルドは和平寄りの考えであるという。この二つの部族は他の八つの部族に人海との和平交渉の会談の席についてほしいと願ったが、首を縦に振る者は少なかったそうだ。我らが暗黒騎士団の長であるシャスター様の説得もあり、残りの族長からはある条件を満たせば人海との会談に応じると返事が来ました。それが和平会談は暗黒界で行うということだ。人海側は敵地に乗り込まざるを得ない形になる。どう考えても罠だ。ドロシー・イザヤ・エリショバ、貴殿に問おう。人海の要人を手引きし謀殺せんとする、ダークテリトリー側の罠でないと言える証拠は？ありません。和平をお願い、死も覚悟の上で。敵地にやってきた剣士には、ええ、安直に話に乗って出る損失はこの小娘の首で賄えるようなものではない。こちらから使者を出して敵の根城へ向かわせるなど狂気の沙汰です。ですが求めているものがその猜疑心を乗り越えた心の強さなのだから、正直に来い、願うしかない。召喚が敵地であるこちらに死を覚悟して乗り込んだのは、そちらに敬意を払ってのことです。人海側は同じことができぬのですか？なんだと？あなたの言う小娘ができたことをそちらはできないのかと聞いているのです。騎士の称号が飾りというならば仕方がない。ですがそうでないのならば、召喚がしたように危険があるとしても和平の未来を手繰り寄せる行動をとってください。今度はあなた方の番だ。決してたやすくはない。困難な道となるでしょうが、人海にも気高き志を持つ剣士がいることは我が身をもって知っています。ぜひ和平への道を歩んでいただきたい。挑むような彼女の言葉に俺たちは少なからず動かされた。その後の話し合いではダークテリトリー側からの要求をのみ、こちらから使者を出すことで話が進んだ。人海側は和平使節団を形成し人員を送り込むことになった。すっかり暗くなっちゃったね。話し込むと時間を忘れちゃうよな。夕飯もまだだし拠点に戻ろうか。ありがとう。
明日の準備もしなきゃね。何を持っていけばいいんだろう。雨寄りにお別れの挨拶をしないと。キリト君、どうしたの？いや、東の大門の方を見ていただけだ。何か悩んでる？言いたくないならそれでもいいけど、話せるようなら言ってほしいかな。一応私は君の恋人なんだし、力になりたいよ。ありがとう、アスナ。あのさ、俺たち今このアンダーワールドで人界側にいるだろ。今まではこっちに守るものがたくさんあったから、当然のように人界側でダークテリトリーと戦うしかないと思ってた。俺が知ってるダークテリトリーの住人ってなんだかすごく敵として分かりやすくて、ルーリットの村の山奥でゴブリンに勇士を傷つけられた経緯もあって、すっかり俺の中では悪い側だと思ってたんだ。でもドロシーと出会って。ああ、うん、わかるよ。暗黒界の種族には殺戮と強奪の行動原理がフラクトライト AI の魂に付与されてる。そうカーディナルさんに聞かされていたけれど、あの人の考え方は私たちと変わらなかった。奪うんじゃない、守ろうとしてた。思い描いていたダークテリトリーの暗黒騎士とは違ったよね。俺が見て聞いたものだけが全てじゃない。もっと事態は複雑で、たくさんの事柄が起きてる。俺この世界が好きだよ。ここにいられる間みんなの役に立ちたい。でも立っている場所や見ているものが本当に曇っていないか今すごく考えてるんだ。私キリト君のそういうところすごく好きだよ。私も考える。答え合わせができる問題じゃないけど、考えることが大切だよね。きっとダークテリトリーに行けば分かることたくさんあるよ。大丈夫、君のことは私が守るもの。キリト君、助かるよ。そうだ、はい、こんにちは。
行ってらっしゃい。見てってください。ありがとうございました。
ああ。おう。見るだけでもいいよ。
やあ。あ。はい。へえ。仕方ありませんね。どういうことだ。もう。
何ですか。ドロシーが来てから数日、ダークテリトリーとの和平交渉のために人海和平使節団が設立された。ダークテリトリーの会談場所はここ、人海から大きく離れている。旅の道筋はこうだ。東の大門付近からダークテリトリーへ侵入、それから本山ともいえるオブシディア城を目指すことになる。案内人はもちろん、あちら側の使者であるドロシーだ。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。彼女はサライ、召喚の上官が運営している孤児院で面倒を見てもらっている子です。召喚の年の離れた友人になります。こちらに来る前、召喚は詰め所で彼女と別れの挨拶をしていました。残していけば殺される状態に追い込まれ、連れてくるしかなくなってしまい、その静かにするように言いつけますから、同行のお許しをお願いできないでしょうか。まあもちろんちゃんと送り届けてやらなきゃな。サライ、いい子にできるか。うん、いい子にする。かわいいわ。任せて、頼れるお姉さんたちがいっぱいいるわよ。反対の方はいないのでしょうか。てっきり暗黒界の子供など。まさか、誰かが守ってあげないとダメだろう。まだ小さいんだし。ドロシーは、呼び方はドロシーでいいよな。はい、なんなりとお呼びください。俺もキリトって呼んでくれ。ドロシー、行きはいろいろ大変だっただろう。帰りは俺たちがいるから頼ってくれよ。ドロシー殿、話中失礼します。はい。そんなに緊張されずとも良いですよ。恐れ入ります。和平反対派の妨害が果実の追手ということで合っていますか。はい、熟考の力は均衡しているがために意見が割れています。道中ももしかしたら反対派が設置した敵や罠があるかもしれません。必ず召喚があなた方を無事にオブシディア城へとお届けします。いや、ダメだ。え？その話で言うなら、俺たちが力を示すべきだろ。それに死者であるドロシーが死んだら和平どころじゃない。交渉決裂だ。確かにそうですね。結局死の危険をはらんでるんだけど。根が真面目な人なんですかね。大丈夫だよ、助け合えばなんとかなるなる。自慢じゃないですが、私たち冒険には慣れてるんですよ。だからそんなに一人でどうにかしなきゃって思わないでくださいね。しかし召喚は騎士ですから、むしろご婦人方をお守りする立場か。ドロシー、そんなこと言っていられるのも今のうちだぞ。うちの女性陣はすごく強いから、むしろ僕らがよく守られているよ。本当に一人で無理しないでね。一時とはいえ旅の仲間なんだから。お気遣い
感謝いたします。キリト、ドロシー殿がついていると。そうだな、道が。では行きましょうか。あ、任せろ。それ、よし。ちょっと。へえ、なるほど。まあそうね。